その、まあ、視聴者の方がなんかそのローランドがやる方が良かったのがボロクソ言われて、結構正直マジで言っていいですか、あの社長が絶対この子売れるよって言われたの記憶があんまないんですよ。なんで社長は人を見る目がないっていうか、その見抜けないのかっていうのを、いやそんなだから、いやいやこれはマジで、これは俺の意見ですよ。今回が俺最後のチャンスだと思ったんですよ。今回多分こう評判悪かったら社長がもう自分で自らやりたいですって言ってきちゃうんで、そうなる前に個人的なその最後のチャンスとしてまあ証明したいなっていう。じゃあこんな感じ、ちょっともたれかかる感じで足、片足をちょっと上乗っける感じで、のりさんのカメラ目線でちょっとなんか適当なポーズで、もう何でもいいんで自分の好きな感じで。すいませんね。てかだよ、これ何番手なんですか。ローランドグループになったじゃないですか。はい、でその前回あのザ・シックの時にPV 撮影やったんですよ。はい、でその時はスタジオでやったんですけど、その、まあ、視聴者の方が服装バラバラだとか、はいはい、だからそのローランドがやる方が良かったのがボロクソ言われて、結構正直マジで何言ってんだろうと思ってて、あじゃあもう、もう本気出そうと思って今回でローランドグループとしてその初めての、はい、まだやってなかったんでこういうの、はい、まあ、今回その人気があるキャスト上位7名で、まあ、2チームに分けて、はい、今回やろうかなっていう感じですね。まあ、ローランド社長がザ・シックの時いなかったんですけど、はい、まあ、今いるじゃないですか、ローランドグループなんで、はい、ただこういったプロモーションは正直今回が俺最後のチャンスだと思ったんですよ。今回多分こう評判悪かったら社長がもう自分で自らやりたいですって言ってきちゃうんで、はい、そうなる前に個人的なその最後のチャンスとして、まあ、証明したいなっていう視聴者の方を黙らせたいって感じなので、まあ見とけ皆さん。さんがあともうちょい、ユウさんが全然かけます。安田会館の前って言ってたんですけど、安田会館、中央区にしかないんですよ、安田会館。日本橋です。でもここの六本木じゃないです。あ、やだった。まあ、ホストとは、まあ、えお前遅刻してきたの。もう帰っていいよ、マジで。もう帰っていいよ、マジで。もう帰っていいよ、マジで。ありえへん、普通に。帰っていいよ、マジで帰っていいよ。シューは、はい、今送りに来たじゃないですか。だからこのやっぱ基本的に売ってればいいってスタンスがもうダメなんですよ。この、資本主義の象徴みたいなやつなんで、この僕はこの資本主義の象徴には負けないです。はい、ダメです、それは別ですから、誰でも市民権は平等なので、はい、これで旬はもう年内は威張れないですと、はい、いうことで、じゃあ一人ずつ歩いてくる感じでいきますね。行きまーす、いいよ。ちょっとこう肩で風切ってくる感じで、銀ちゃんは。あ、いいね、いいね、こういうポーズみたいな感じのイメージ。 OK、 止まっていいよ、触りながら。うん、いや、ダメですね。ダメダメダメ。なんかもうちょっと前の時にこういうのやってたじゃん、こうやってこういうのやってたじゃん、動きあったじゃん。いるっすよ、はい、動きできるよ、こうやって。次行きますわ。はい、でおい、めっちゃ電話してますよ、今。やっぱ伝説のとこは森山さん、1時間終わってたっす。彼は朝の7時に来たんでしょ。朝の7時に来たんでしょ。行きますよ。はい、じゃあすいません。じゃゆっくり、いやいや、つまりカメラ目線で。オッケー、いいよ。ちょっとダメっすね、硬いっす。動きが硬いっす。もっとなんかこうさ、こうあるじゃん、こういうの。そう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 。こんな感じの方がいいっすか。そう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 、こう。今置いちゃっていくみたいな、こう。はい、行きまーす。いいよ。
いいじゃないですか。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、こう言いましょう。OK です。はい、次、はい、森岡ちょっとリンゴ貸して。リンゴ。もらっていいですか、すみません。じゃあ、ゆうし君、ちょっと来て。ゆうし君は、やっぱこう、余裕のある感じで、こう、なんか分かる。リンゴこうやりながら、こう歩いてくる感じで、こう、もう分かる。こう、こういう感じで、こう。もう怒ってるもん、これ。怒ってるもん。こうなんかロミオさん得意のなんかこうあんじゃん、こういうのなんかお前好きじゃん、こういうのだこういう感じでしょ。いや、まじ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 やったこともない。じゃじゃロミオさんこういうのじゃ、なんかマジでですでしょ。こういうこういうの頼むよ、こういう。痛くないですか。いやマジで必要じゃん、マジで必要なんだって。いやいや、ぎこちないですね。ダメ、もう一回話になんない。なんだよ。で止まって2個って感じで押さえ置いて2個。最後これ手滑っちゃったんですか。いや、そう滑ってる感じがいいっすね。いや、のりさんこれでいきましょう。これで大丈夫、大丈夫大丈夫。この、はい、このちょっとこうミスっちゃ大事なところでミスる感じがちょうどゆうし君っぽいんで、ちょうどいいです。こういうやつを。結構ね。はい。ナイス。ちょうどいいですね。はい。ちょうどいい。ナイス、ナイス。はい。じゃあ、杖、ちょっと来て。急に杖、私。で、前回、スタジオの時に、シュン、杖持ってたんですよ。で、はい、シュン、その杖がすげえ気に入ってて。はい、で気に入ってない。いや、気に入ってない。いや、これはもう、事実として、その、評判が良かったんですよ。シュンさん、杖合ってるみたいな。なんで、これ持って歩いてきて、一回。ちょっと、真剣だから、ちょっとちょっといや、ちゃんと普通に会えてる、普通に頑張ってみるよ、マジで。そうだよ。いいね。いいじゃん。いいっすね。え、結構面白くないですか。あ、もう個人的にはオッケー、ありです。はい、もう個人的にはオッケー、ありです。はい、ちょっとここ5人座りの後ろ2人立ち行けるで、後ろの人はこうちょっと前もたる感じの、ちょっとこうこういう感じでこうベンチこう持つ感じで、ちょっと前傾姿勢の感じで、そう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 、もうすぐここで、で瞬杖持って、杖杖で、ゆうし君にリンゴ渡して。リンゴと杖なんですね。あ、もうそうです。これ今回は、はい、もうこれで。で、ちょっとカメラ目線で全員。オッケー。オッケーです。あ、です。完璧です。あ、じゃあちょっと最後いい、こう全員で歩いてくるシーン撮るんで。オッケー。こう一回この並びいきますか。じゃあこれでちょっとそのままこのそのあれで歩いてきて、こうやって全員でペース合わせながらカメラ目線で一回。いいじゃん。そうそうそう。オッケー。これ杖とリンゴない。いや、逆バージョンの時に杖欲しいですね。杖渡して。で、ゆうし君にリンゴ渡して。あ、いや、ゆうし君、あれか、ちょっと、いや、リンゴ最後ちょっと変えてえな、おうち。やっぱそのイメージであれでしょ、まあ、雪やしょ。じゃこれね、じゃこう逆で上から降りてきて、逆バージョン、今の並びで OK、いきます。はい、なるべくゆっくりめで。はい、どうぞ、お願いします。スレスローモーション。絶対ウケる、これ。あ、イメージ通りです、それの。あ、完璧すぎますね。これこのメンバーじゃないとできないんですよ。あの次のあっち側の若いメンバーだと、はい、ちょっとマジで本当怒りそうなやついるんでできないです。
今前回、はい、まあ、25歳以上の7人やったじゃないですか、はい、で今回は、まあ、この R7 ユースって要は24歳以下、はい、25歳未満を対象にまあ、8を中心に、はい、こう若手の、まあ、この辺ってもうみんなやっぱ8に憧れてるんですよ、全員ほぼみんな、はいはいはい、まあ、8さん次世代のシックの顔であの代表の道を駆け上がっていく子なので、前回はあの25歳以上は、まあ、いわゆるそのベテランは俺やりましたけど、まあ、今回は、まあ、8さんが俺の代わりになってこうあの本当のアイドルとして の, あの彼らの見せ方っていうのを今日証明してくれるんで、ということで今日はあのエイトさんがやるんでぜひよろしくお願いします、はい、第1位クラシック始まり役中村エイト、俺のライバルはどうなってみましょう、うん、あ、いいんじゃない、うん、いいですね、 OK、 じゃあ行きます、はい、お願いします、あ、いい感じですね、東京タワー、うん、いいですね、じゃあ次やってみて、 OK、 行きます、はい、行くよ、次読みてください、おお、いいね、あ、なんかなんかちょっとした笑顔もいいんじゃないですか、最後に。なんか自分がその想像で、うん、一人一人こう並んで、例えばここにレン、ここに秋、こっちにあるで、こう歩きながらこう撮っていってほしいんです。あ、なるほどね、はい、俺の発想にはないんでいいっすね、これ、はい、やっぱ全然僕がこうやろうとしてるのと全然違うんで、こう単純に感性は面白いです。まだあの僕だったらこういうシーンがないんですよ、だから単純に面白いですよ、いいっすね、まあ、エイトモデルやってたんで、もともと多分そういうのが詳しいんですよね、立ち方とか歩き方とかやっぱ姿勢じゃないですか、エイト本人も、だから多分こういうのがモデルのなんかあるんでしょうね、まあ、僕モデル風でモデルじゃないんで、うん、いいなこれ、このシーンいいっすね、このシーンいいな、さすがですね、ね、はい、いや、さすがですね、俺なら思いつかない、このシーン撮りでもいいっすね、うん、今回が俺最後のチャンスだと思ったんですよ、今回多分評判良かったら社長がもう自分で自らやりたいですって言ってきちゃうんで、そうなる前に個人的な最後のチャンスとして、まあ、証明したいなっていう視聴者の方を黙らせたいっていう感じなので、まあ見とけ皆さん。My appetite.